じゃあ自己紹介。江口文武です。吉村壮介です。宮本優香です。よろしくお願いします。まあ誰もやったことがないじゃないですか、うん、それをその分からないことをまあ調べるっていう楽しさ、実験材料とかも学校だったらそのいろいろ置いてあるじゃないですか。ビーカーとかだったりがないんで、一から自分たちで考えてその作っていくっていうのがまた面白いです。自分たちが疑問に思ったことを、学校だったら答えがあるじゃないですか。言われた通りにしなきゃいけないと思うんですけど、思ったことをそのままやるっていう、その自由な感じが好きですね、自分は。その、昼研の記事を見て、昼は木から落ちてこないの？その本を買って、それを読んで、面白いからやってみたいなっていうので入りました。うちのおばあちゃんの、まあ、田舎にヒルがたくさんいて、で、ちっちゃい頃から行っていた時にヒルに血に吸われるっていうのを覚えて、怖いっていうか嫌なイメージしかなかったんですけど、ヒル犬に入って、まあ、友達みたいな存在になっていました。将来の夢が生物学者なので、うん、まあ、ヒルも含めた、うん、そういう身近な生物でも、いや、まあ、山奥とかにいる生物も調べてみたいって思ってるので、昼は研究して楽しいです。昼ってその、道の端っこっていうか、その、落ち葉が溜まりやすいところによくいるんですよ。なので、道の真ん中を通っていただけると、昼にはやられないかなって思いますね。一列で並んだりしたら、前の人たちが、その、地面にいる昼たちを起こしたりして、で、その起きた昼が後ろの人がよく座れたりっていうのはあるんですよね。その、やっぱ昼が出てきやすい時期っていうのが、夏場とか湿気が多い日とか、そして雨降った時とか、まあでも今ぐらいの季節ですね。梅雨とか、夏とか。寒くなってきたりすると出てこなくなったりしますね。長ズボンを履いてて歩いてると昼が長ズボンの裾の中に入っちゃって取れなくなって吸血されるから、短パンでストッキングを履いてた方が昼にやられにくいです。だって昼を取るときにしゃがんで昼を取ってるとお尻の位置が地面スレスレだから、昼がすぐに腰まで登ってきちゃうんです。お尻行ってそれで登ってくるから、しゃがまないで昼を取ってた方がいいんですよ。以上です。休憩するときはその岩の上というか、やっぱ直接座らないようにした方がいいっていう感じですね。その昼は血を固まらせないようにするヒルジンっていう液を出すので、その血を吸われた時に剥がしてから水で洗い流した方が多分痒くなったりはしないと思うので、まあ、水で流したり絆創膏で止血したりするといいです。でも塩とかをかけた方がやっぱ取りやすいとは思いますね。その直に引っ張るよりかは結構力が強いんですよ、ヒルって。で、それを引っ張るのが嫌っていう方はやっぱ塩とかをつけた方が取れやすいとは思いますね。私はまあ生物学者になるっていう夢もあるし、そのヒルが別に悪いことしたってわけじゃないので、その生きるために血吸ってるっていうことなので、まあ、生きるためにしたことを、なんかそういうふうに殺すとかはあんま良くないとは思います。実験でずっと続けていきたいです。うん。生き物とか好きだし、それに昼はいいし、楽しいからです。よくわからない昼の生態を、なんか解き明かしてみたい。資材とかは地面に振りまくものではありません。あれは、ヒルを殺すための薬じゃなくて、ヒルを寄ってこないようにするための薬だからです。
足首とか靴とか足に振りかけておけばもうそこで登ってこないから。やっぱヒルはその殺すものじゃなくて一緒に共存する生き物っていうに認識っていうかそういうのを持ってもらいたいです。